2007年アスパーアブリリア 125cc セルヒオ、カデアパニセージョは、スペインバレンシア州バレンシア県、プソル出身のオートバイレーサー。2010年シーズンは、ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦。2011年は、同 125cc クラスに参戦する。レースデビューしたのは16歳の時と、グランプリライダーとしては、かなり遅かった。 2003年にはスペイン国内ロードレース選手権 125cc クラスでアルバロバーティスタに次ぐシリーズ2位に入った。同2003年にはロードレース世界選手権 125cc クラスにワイルドカード参戦でデビュー。地元スペインでのグランプリを中心に4戦に出場した。翌2004年はホルヘマルチネス率いるチームアスパーからフル参戦を開始。 数週だけトップを走行した最終戦バレンシア GP で5位に入ったのがベストリザルトとなりシリーズランキング19位を記録した。2005年ガデアは第4戦フランス GP で初表彰台となる2位に入り最終戦バレンシア GP では初のポールポジションを記録シリーズ12位に入った。2006年は5度表彰台に立ちシリーズ5位と成績を伸ばしていった。 そして2007年、ガデアは第5戦フランス GP で初優勝を遂げた。この年はチームメイトのガボール・タルマクシとエクトル・ファウベルが活躍しそれぞれシリーズ1位、2位を獲得したが、ガデアのランキングは7位に終わった。翌2008年は開幕前のテストで右鎖骨をアダッキュしたものの、開幕戦カタール GP では自身2勝目を挙げる、最先の良いスタートを切った。 ところがその後は調子を落とし、表彰台に立つこともかなわずに、シリーズ12位に沈んでしまった。フル参戦6年目を迎えた2009年は、チームメイトのフリアンシモン、ブラッドリー・スミスの活躍には及ばないものの、第6戦、ダッチ TT で優勝するなど5度の表彰台に立ち、シリーズ5位に入った。2010年シーズンは、長年在籍したスパーチームを去り、 シトポンス率いるポンスカリックスチームから新しく始まった元2クラスに参戦した。ガデアは第4戦イタリア GP で2位表彰台を獲得、他には3度6位入賞を果たすなど上位でのフィニッシュもあったが、3度のリタイアと6度のポイント圏外感想が響いて年間ランキングは17位に止まった。2011年は BQR チームに移籍、この年が 最後の開催となる 125cc クラスに戻ることとなった。なお、BQR125cc チームはこの年、パリス・ヒルトンの支援を受け、エントリーチーム名は、ブルセンス・バイ、パリス・ヒルトン・レーシングとなる。ありがとうございます。